対象製薬は、花粉で悩む人への癒しを目的とした、ウェブサイト、今日の楽チンボイス2018を開設した。同社のアレルギー専用鼻炎薬、クラリジンが1日1回服用なのに合わせ、男性人気声優3人の囁きを1日1回聞くことができる。参加しているのは、ツンデレ系の江口拓也さん、子犬のようなワンコ系の木村良平さん、 先生系の諏訪部純一さんの3人で全部で90種類の音声がランダムで再生される。また、期間中に一度しか再生されない音声もあるという。音声が聞けるのは3月30日午後5時まで。村田幸子。